いよいよあさってに迫った福岡マラソン2023ですが、はいはいはい、なぜ 42.195 キロという過酷なレースに挑むのか、福岡マラソンに出場するランナーに聞きました。おはようございます。KBC なんですけど、福岡マラソン出ますか今年？あ、出ます。あ、もうストレートにこれだけ聞きたいです、はい、なぜ走るんですか？太りたくないけん。それだけですか？最初走ってたところは70キロだったんですよ、はい、で今が58ぐらいなんですよ。まあ痩せたけよかったかなと。うわ、でもそもそもの太りたくないと思ったきっかけは何ですか？着てたスーツが合わんくなってる。すいません、おはようございます。今度の福岡マラソンって走られますか？はい、マラソンを始めて何年ですか？1年になります。知人がフルマラソンをいっぱい走ってて、一緒に走らないかっていうことで一緒に始めて、そこからマラソン始めるようになりました。でもフルマラソンを始めないかって言われても、はい、フルマラソンのイメージがきつそうだなっていう。でしょ？ズバリ聞きたいです、はい、なんで走るんですか？なんで走るのかちょっと私も分かんないです。おはようございます。今度の福岡マラソン出られますか？出ます。出ます。はい、中学高校で陸上やってたので、はい、もう20年以上。これが聞きたいんです、はい、なぜ走るんですか？そうですね、僕の場合は中学高校で頑張った時のタイムを大人になってそれをどう抜けるか超えていけるかっていうところが、こう比較ができるところにやりがいを感じています。ストイックですね。高校2年生の時にフルマラソンに出て、はい、初めて出て2時間48分だったんです。早っ。でそれをいつ抜けるかって頑張って、4年前に2時間48分ちょうどを出して、出した、はいはい、それをちょっとそっから今停滞してるので、ちょっともう一回抜きたいなと思って。うわ、おはようございます。はい、おはようございます。今度の福岡マラソン走られます？走ります。あ、何回目ですか？3回目です。3回目。2018年初めてたんですけど、ちょっと30キロぐらいで断念したので、うん、次が走るときは必ず完走しようと思ったのが去年だったんで、去年なんとか。なるほど。コロナ明けの開催となった去年、無事にリベンジを果たし完走することができました。そこで今年は靴をちょっと買っちゃったんですか？買いました。いいやつですか？いいやつですけど。いいやつ3万ぐらいです。いいやつですね。いいやつです。めっちゃ軽いですよこれ。うそー、めちゃくちゃ軽い。そうそうそう、で通気性もいいんで、うん、走りやすいですよ。去年50歳でマラソンを始めたというこちらの女性、2年連続2回目の福岡マラソンに挑戦です。ちなみに去年のタイムってどれぐらいでした？3時間37分でした。え、なんか最初3キロしか走れなかったのを、なんか練習したらなんかいつの間にかそうなっちゃう。そうなっちゃう。え、人間ってすごいんですねと思いました。走ってみてどうでしたか去年は？そのいや、もう二度と走りたくないと思う。なのにですよ、自分の中は可能性をなんか追いかけられるっていうか、なかなかこの年齢でそういうことないじゃないですか。なんか仕事とは別にちょっとこうってなって、どこまでできるか、諦めたらそこまでなんですけど、諦めなかった先があるんで、じゃあやれるだけやりたいなおはようございます。 KBC ですけど、今年福岡マラソン出ますか？はい、出ます、はい、マラソン歴は、今回初マラソンなんですけど、はい、来年30になるんで、まあ、なんかそれまでに何かちょっと達成したいなっていう思いがあって、職場の人には伝えてて、まあ、何人かも応援には当日来てもらえるんで、うん、やっぱり応援があるとないとでは違うんですか？うん、と思いますね。ちょっとまあ、直接応援されながら走ったことないんですけど、まあでもなんか走っててなんかイメージすると、なんかすごい多分力になるだろうなっていうのは思います、ね。うん、応援も受ける練習してみますか？応援受ける練習。そうですね、僕は応援する。あ、はい、わかりました。それやってみましょうか。はい、じゃあちょっと、お名前なんていうんですか？星野です。星野さん、はい、頑張れ星野でいきましょう。じゃあ恥ずかしいですね。
頑張れ星野、星野行け、星野、星野行け、星野頑張れ。声援を受けて走るっていかがでした？いや、良かったですいやこれあながち間違ってないというか、僕あの毎年拝見してて思うんですけども、主役になれるんですよ、うん、応援を受けることってそんなにないじゃないですか。なかなかないですよね。当日は沿道にも応援いますからね、それが力になるでしょうね、はい、あの財津さん、まあ、走るのはなかなか苦手なところあると思いますけど、限界は4キロですけれども、あ限界4キロ3キロから伸ばしていったという方もいらっしゃいましたよ。ちょっと頑張れるかなと思いました、うん、私も、ね、松田さんいかがですか？いや私もあの長距離走ったことがないんですよ、でも自分との戦い、そう諦めないことを学んでみたい、ねえはい、このね二見ヶ浦の景色も気持ちいいんですよ ね、さあいよいよあさって始まります福岡マラソン2023、そしてご覧のチャンネルで生放送で特別番組を放送します、はい、朝10時50分からスタートです。今回はマラソン音楽番組です、はい、ゲストにアーティストソナーポケットが来てくれまして、生歌も披露してくれる。さらには松田武さんも来てくれて、はい、で皆さんから応援歌のリクエスト募集しています、はい、KBC のホームページからお願いします、うん、財津さんいかがでしょう？私の応援歌はレミオロメンさんのもっと遠くへ。もっと遠くへ、うん、しんどい時聞くと頑張れます ね、 ね松田さん。私は中島みゆきさんのファイト、ファイトも内側から湧き上がるこの勇気、僕はロッキーのアイオブザタイガー、ね、もう気合入りますよ。タイガーだけにじゃないですよ、ちょっと恥ずかしくなっちゃう、ね、皆さんそれぞれの応援歌送ってください、はい。